漆喰珪藻土の専門店ロハソール社長の辻です。今回のシリーズは漆喰や珪藻土の仕上げ模様をご紹介していきます。このシリーズを通してみて自分好みの模様をぜひ見つけてください。シリーズを通してみて例えばこういう模様もないかなとかっていう意見がありましたらコメント欄にお願いします。それでは行ってみましょう。スタッコ仕上げをご紹介します。スタッコ仕上げなんですが、まあ、スタッコっていうとね、まあ、漆喰のことなんですね。イタリア語、はい、ラテン語系の言語です、はい。で、まずね材料をこう縦にこう塗りつけておいて、で、横にこうならして、はい、でここからコテを壁にペタンとくっつけて、でシールを剥がすようにこうやっていくんですけど、で、まあ、要は何がしたいかというと、こう表面の材料をこう毛羽立たせたいんですね、はい、トゲトゲにしたいと。これがスタッコ仕上げです。よくね外壁でやってますね、吹き付けなどで、はい、スタッコ仕上げ、はい、でこういうタイプのスタッコ仕上げ、実際この状態だとね乾くと、まあ何か擦れるとねこれ多分大根おろしができるぐらいトゲトゲなんですよ。でちょっと実用するには危険かなと思います。でそこでこのトゲトゲのね表面を軽く撫でて頭を落とすヘッドカットっていう方法を取るんですけど、こういう感じで。で慣らす力加減によってこう変わっていくんですね。こういう感じですね、はいはい。で、まあ、やり方としてはコテの裏を使ってこの、ね、粘り気ですね、漆喰って海藻のりの粘り気でこう、まあ、珪藻土もなんですけどトゲトゲが出てきます。で剥がすときはシールを剥がすように下からこう剥がす感じですね。で、トゲトゲを出すと。で、トゲトゲ出してるだけだと、まあ、派手だったりこう実用性として自分ちどうかなと思ったらヘッドカットといって、表面をこう軽く撫でると、はい。で、スタッコ仕上げにはまあいろんなパターンが、まあ、大体この2種類なんですけど、はい、あります。でスタッコ仕上げのいい点いきますね。これ表面積がもう凹凸がいっぱいあるんで多いです。表面積が多いということは漆喰や珪藻土のいい点ですね。調湿性、湿度を調整する力だったり消臭効果だったり、はい、そういうところが増しますので、機能を求める方にはこういうね凹凸のある模様おすすめです。よくある質問なんですけど、これだけね凹凸あるとここにホコリがたまるんじゃないのという方が多いです。で、内装壁の場合はこの漆喰や珪藻土って化学的な接着剤を全く使ってない場合ですね、静電気を起こさないのでホコリがこうくっつかないですね壁にね、はい。まあ、なのでこの溝のところにホコリがたまるっていうのはほとんどないです。逆に床ですね、はばきとかその辺にホコリが落ちるっていうふうになります。なんではばき周りをねクイックルワイパーで掃除をしていくっていう、まあ、掃除が結構楽になるっていういい面があります。工務店さんや、建築士さん、そして、デザイナー、インテリアデザイナーの方はこういうねスタッコ調すると結構凹凸があるので、照明当てた時陰影が出てこう壁の、ね、雰囲気を出しやすいです。照明の当たる角度などを計算してこういうスタッコ調は採用してください。いかがでしたでしょうか。この動画が参考になったという方は高評価
よろしくお願いします。自然素材の漆喰珪藻土の専門店ロハソールがお届けしております。ロハソールはですね、国産の自然素材 100% で漆喰や珪藻土を、ね、製造販売しております。ロハスウォールの教室に参加すると DIY をサポートするお得な特典がもらえます。ロハスウォール。